キャッチー生放送でお送りしています。続いてのコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それなー。はい、よろしくお願いいたします。さあ今日は金秀で始まるキャンペーンについてのご紹介です。スタジオにはこちらのお二人にお越しいただきました。はい、金秀商事の石川です。金秀商事の知念です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあまずはですね、石川さん、キャンペーンの内容を教えてください。うん、はい、本日は4月14日から始まるキャンペーンのご紹介となります。当店大人気のマイヤーシールキャンペーンから、今回はなんと日本初上陸ディズニーデザインの調理器具がお得に購入できるキャンペーンとなります。私マイヤーシリーズも大好きで、本当にシールいっぱい貯めて買ったりとかしてるんですけども、はい、今回はディズニーコラボってすごく可愛いですね。可愛らしい、ありがとうございます。そうなんです、今回のおすすめアイテムは数量限定のキャストアイアン両手鍋です。鋳物の鉄の良さを生かして、素早い熱伝導としっかりした蓋で蒸気を逃さず旨味を閉じ込める万能鍋です。チャーハンやシチュー、煮込み料理に最適なアイテムとなっております。いや、デザインもめちゃくちゃ可愛いですけれども、機能性も高そうですね。使い勝手が良さそう。そうですよね。鍋が赤でミトンが青ですか。なんかドジャースとエンゼルスのコラボレーションみたいで、すごい可愛いですね。これぜひちょっと大谷夫婦に送りたいなって思います。送りましょう。絶対送りましょう。絶対送りましょう。松谷さんが食べて、はい、僕が食べて、はい、ね、さあ続いては何の製品でしょうか。はい、続いてはこちらの電子ガラスコンテナです。耐熱ガラスなので食材の色や匂い移りが少ないのが特徴です。可愛いミッキー型に抜かれたシリコンカバーは衝撃から守り、滑りにくいデザインになっています。用途に合わせてお使いいただける3種類をご用意いたしました。種類もあるんですね。また洗いやすくていいですね。本当大きさがまた違うっていうのも使い勝手良さそうですね。はい、その他にもマグカップ、醤油差しと箸置き、エプロン、お菓子作りに役立つシリコンスパチュラ、各種お皿など、青と赤を基調にした可愛い商品ばかりを取り揃えております。あ、いや本当に全部素敵な商品だなと思いますけど、石川さん、これどうやって購入できるんですか。はい、まずは金秀店舗で1000円分お買い上げごとにレジにてシールを1枚贈呈します。そのシールを順番に台紙に貼っていきます。はい、必要枚数が揃ったら特別価格で商品をご購入いただけます。なるほど、これ台紙にね、こうシールを集めていくのも楽しそうですけれども、うん、僕はですね、このずらっと一覧見てみるとマグカップいいなと思いますね。これで、まあ、ティーとかコーヒー飲みたい。これかわいい、まあ、僕の手元にもありますけど、素敵ですよね。こう蓋もありましてですね、可愛らしいマグカップですけども、こちらが9枚プラス、税込み1650円で購入できるということで、かなりお得に手に入れることができるなと思いますけどね。本当、松谷さんはなんか気に入った商品ありますか。僕はあの右下のラウンドプレートっていうやつですか。なんか大きいお皿とか平皿あると便利じゃないですか。はい、はい、で早速手元に来たんですけど、こちらがシール14枚と2750円税込みで買えるらしいです。うん、わー、おしゃれですよね。これにね、胸肉、ブロッコリー、ご飯と添えたらすごい美味しそうですよね。楽しく食べられそうです。もうちょっと鮮やかなもの見せたいですけどね。地味かなと思いますけど、なんか新婚さんのも本当ぴったりな感じですよね。本当ですね、2つセットで、ね、ぜひ大谷夫婦に使ってもらいたいですね。届け、はい、ということで石川さん、ほとんどの商品に 50% オフっていう表記があるんですけれども、本当にこれ半額で購入できるんですか。はい、一部商品を除いてメーカー希望小売価格の最大 50% オフで販売いたします。すごいですね。この機会にぜひ皆さんも購入していただきたいと思いますけれども、それでは最後に PR をお願いします。はい、はい、こちらのシール配布は4月14日から8月25日までとなり、商品販売期間は4月14日から8月31日までとなります。シールを貼るリフレットも一緒に店頭に設置いたします。
数量限定のアイテムもございますので、お早めにキャンペーンのご参加をお待ちしております。うん、私も集めてゲットしたいなと思います。あと知念さんのこのエプロンもこう対象の商品なんですよね。はい、そうです。とっても可愛いエプロンです ね。可愛らしい。うん、なんかこう料理しながらテンションが上がるっていうのが一番いいですよね。ね、こういうグッズ。そうですね。はい、ということでぜひ皆さんも参加してみてください。はい、石川さん、知念さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、それなのコーナーでした。ヒデさんのジャンパー。